何してんすか、日本一さん。ちょっと、カメラ回ってますよ。あ、どうも、日本一です。今日は何するんですか？今日ですか？今日はサーブです。サーブやのにフォアの素振りしていいですか？サーブのどういうところを取っていく感じですか？今日はスピンサーブをお伝えしていこうかなと思います。あ、跳ねるサーブ。そうです。やっぱりね、バックのここにやったら、リターンはしにくいので、そういうサーブをやっぱり覚えておいた方がいいと思うので。なんかいくつかポイントあると思うんですけど、打つ前に軽く。そうですね。10秒で説明してもらったら。2つポイントだけあるので、まずボールの下をこすってあげてください。スピンサーブなんで。はい。で、右斜め上に振り抜いてください。だけ。OK です。11秒です。厳しい。もうこの2つだけでいいので、いろいろもちろんありますけど、やっぱりポイント絞った方がやりやすいと思うので、まずは、ボールの下の方をこすってあげて、で、そのこすった後に、しっかり右斜め上に振り抜いてあげるっていうのをやっていきます。このチャンネルでは、皆さんに怪我なく、長くテニスを続けてもらうためにいろいろな動画を配信しているので、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。お願いします。では、やっていきます。じゃあまず打つので見てみてください。めっちゃいいサーブ。自分で言う。スピンサーブは右に跳ねる感じですもんね。そうですね。こっち側に跳ねてくれてると、まあ大体の人が右利きなんで、こう構えてたら、ここで取ってくれるのが一番ベストなんで、そこに跳ねるようにコントロールしてあげたいので、まずはボールの下の方を当ててあげて、振ってあげたら腕伸びない、そのまま戻ってくるので、その戻ってきたやつをここで構えてあげたら、すぐ次の構えができるので、すぐ攻撃につながるかなと。思います。もう一回打ってもらっていいですか？フォアサイドだけですか？ピンサーブ打つんで。いや、もうバックサイドももちろん使えます。フォアサイドはやっぱりセンター打った方が相手ここなんで、もちろんあそこが一番いいです。大体みんなあそこ打つので、読まれたりすると打たれちゃうので、たらやっぱり構えてるボディとかに打ってあげると真ん中に来てこう跳ねていくのでより取りづらくなったりとかするので、まず初めはセンターに狙ってみてください。フォアサイドはそんな感じですね。バックサイドはワイドに狙う感じですね。そうですね。バックサイドはバックの方に行きたいのでワイドの方狙っていくので、じゃあバックサイドもやっていきましょう。お、いい感じに跳ねてますね。立ち位置なんですけど、ここから行くとワイドって角度少ないので、でシングルスのところから打ってますけど、別にここから打たなあかんとか決まってないので、まあ、シングルスでやる場合はここでやる人も多いですけど、あっちに跳ねさせたかったらやっぱりこっちから打ってあげた方が角度つくので、あえてここら辺から打つっていうのも全然ありなんで、試してみてください。あれ？太陽が眩しかった。太陽ないんすけど、これ曇ってるから、ほら。作用をまとめてください。こんな感じでスピンサーブを相手のバックの方にまずは打ってあげる。で、慣れてきたらちょっとボディとかに打ってあげて、相手を的を絞らせないようにしてあげるようなサーブが身につけばいいかなと思います。それでは皆さん。はい。何を終わろうとしてるんですか？最近なんか多いね、この流れがね。今日はね、ちょっと考えてきました。今日的ないね。的いらないです。今日的ない。スピンサーブって多分一番サーブの中で入る確率が高いと思うんですよ。もちろん。なので10球連続入れてください。10球ぐらい余裕です。どっちがいいですか？フォアかバックか。バックサイドでいきます。ああ、果たしてチャレンジ成功するのでしょうか？お願いします。2球目。ああ、いいですね。ああ、いいです。まあしょうがないですね。はい、じゃあテイク2で。1トかな。まあまあ、なんかおまけにしといきます。2、3、4。皆さんそろそろミスりますよ、これ。5、6。この辺からねプレッシャーかかってくるんでね。フォルトです皆さん。罰ゲーム7球目でミスりました。今のお気持ちを。いや違うんですよ今日ね。もうね世の中結果が全てなんで、もう僕2回チャンスあげて7回目でミスなんで、これは罰ゲームやってもらいます。お願いします。今日は何やりますか？ターンってジャンプ力がいるじゃないですか。脚力がもちろん、まあ、2メーターあったらね別にいいんですけど、まあ、大体の人が2メーターないんでジャンプ力のトレーニングをしていこうかなと思います。意識してほしいところはふくらはぎですね。ふくらはぎと足の親指にしっかり力を入れて高く飛ぶっていうのを意識してやってあげたら、それと一緒のようにサーブも使ってあげると高い打点で取れるので、皆さんやってみてください。早くやってください説明が長いですもう。はい、じゃあお願いします。やる、はい、何のジャンプですか？普通に単純にクロスになって高くジャンプして入れ替えるだけでいいです。まあ上がるときにせっかくサーブ意識したいので、上に上げてください。ちょっとやりながら説明してもらっていいですか？あ、ちょっと待ってもらっていいですか？はい、何ですか？ちょっと近すぎて入ってなかったんで、もう一回やってもらっていいですか？さっきやったし。10回いきましょう。あ、2、3、4、5、6、7、8、9、10。皆さんちょっと10回最初からきついかもしれないんで、自分のできる回数で最初皆さんやってください。意識しながらやったら全然変わるんで。ではこのチャンネルが頑張ってるなとか面白いなって思ってくれたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。では皆さん怪我のないテニスライフを。ありがとうございました。次の罰ゲームも楽しみやな。